こんにちは。今回もドラクエライバルズやっていくんですが、まあ、ちょっとデッキをまず見てほしいんですが、本気今デッキをなんか漁って、まあ、僧侶のレジェンドカードをちょっと見てたんですけど、このクリフトっていうカードが、ちょっと頭がおかしいぐらい強い。で、ちょっとこのカードの強さにちょっと、気づいてしまったりというか、あまり皆さん気づいてないかな。使ってる人が、まあ、全くと言っていいぐらい。一回も見たことがないと言ってぐらい、まあ使ってる人いないんですけど、書いてることが、まあランダムな2マスにいる敵ユニットを死亡させる。これつまり、確定除去だよな、2コス、2体分の。まあ多分この5コス3、4っていうスタッツが、まあ弱いっていう意見が多分あるんですけど、まあ2マス2体、確定除去で強くない？これ。ザキの上位互換やん、ザキの。まあちょっとこのクリフトのまあ使用感を確かめながらちょっとやっていきたいんですが、まあこの強さに気づいてないのかな、みんな。あまりまだみんな把握してないっていうのはあるけど、やっぱこうなんかこういろんなサイトでさ、テンプレデッキ紹介されてる、それにまああらがいいんですけど、それでもそれ真似して使うのも、でも僧侶にまあこんな最強カードがあるんだっていうことをもうちょっと知ってるか知ってないかってだいぶ大きいと思うんだよな。で、高校、まあ、アグロジャシカはもう戦うまでもなくもう勝つこと分かってるんで、まあ、ここでもう、言っとくわ。勝ちました。悠長やなぁ。女悠長、悠長。あれぇベホイミもかなり優秀なカードやな。で、まあ、次のターンピンクモーモン出して、で、まあ、メラミとか打ったら多分打ってくると思うんですが、まあ、アグロジャシカはな、やっぱりこう、5-4 の防者の人玉、あれを出させなければ、なんとかなるんで、ただちょっと小賢しいな。ちょっと盤面が小賢しくない？小賢しいんだけど、盤面が。グレムリン、ここもピンクモーモンを、出さないで、ボーンキマイラ出すわ。いたずらモグラ2枚は結構強いな。でも温度もより多分火力上げるために多分テンションスキル使ってくると思うんで、そこがまた小賢しいな。いきなりピンチで笑うた。いきなりピンチで草生えたんだけど大丈夫これ。グレムリン出して、まあ、次のターン、グレムリンで取って、リトルワイワンで癒しの波動を使うっていう動きができれば、多分盤面は返せるんですけど、なんかグレムリンこう、得意カードで取ってくる相手だとな、ちょっと、うまいんだよな、使い方が。こっちのやりたいことが全部把握してるっていうか、逆に全部顔を狙ってくれたら初心者なんですけど、まあ、4-2はちょっと強えな。あ、盤面取るんだ。悠長やな。悠長やなぁ。ほんげぇ、うぜぇなぁ。なんなんだよ、お前ら。もっこりか。ベホイミ、もっこりが強そうな気もするが、盤面を取ってこないってのはうぜぇなぁ。4、5、6、3、4。まあ、リトルワイバンかな、ここも行くしかない。これでも、これで、いたずらモグラ当たらなかったもやめるわ。やってても意味がないというか。最近なんか控えめなことばっか言ってんな。これで。うわ一番あかんで、それ。一番やっちゃいけないわ、それ。なんなん一番飛んでいったらダメなとこに飛んでいったわ。でもそう取ってくれるんだ。もう、こうなってくるともう厳しいわ、さすがに。もういたずらモグラの火力でもクリフトっていうカード次引ければ盤面返せるんで、まだ分からんけど、えぐいなクリフトっていうカード引けばまだ全然耐えれるんで、多分63と23選択して破壊すればいいんで、クリフトがこれは来るんですわではー
安息を与えようか。これでモグラに当たれば勝ちなんで、まあ、こいつの強みはなんか知ってないし多すぎるわ。いけいけいけ、すべてを破壊しろ、すべてを飲み込め。これこれな、あこれが、クリフトの実力、やっぱ強えわ。でこっから挽回していく、なんかテンション上がってきたわ。ああいいよ。クリフトが呼べれば全然 OK なんで、こう呼ぶ力も必要なんだけど、いやこれはもう勝ちやわ。あゆうちょやな。もうこっからバンバン回復してもリトルワイバーのシナジーつなげていくんで、もう一切手加減なしでやっていくわ。あ全然、あ全然構わんぞ、全然 OK。 ゆうちょやな女。あ盤面取ってくるんだ。あでゆうちょやな女女女。もうあうぜえな。しかも次のターン、うわ小賢しいな。ただクリフトの出方によって一気に盤面が覆ったのは間違いないんで、これはどうしようかな。リトルワイバーンプラスおむつっこりいくか、おむつっこりプラス難しいな、でもワイバーンかな。ワイバーンプラスおむつっこりで顔回復して、でモーモもしくは竹槍兵に当たっていくことができれば全然まだいける。よし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 、2、4、5。あ負けや、負けやな、負けや。はあ。なんでなんでゲームでため息ついてんだろう、おかしいよな。でもクリフトはさすがな実力があったって、あーまたランク3になっちゃったよ。いや大体わかった、クリフト強い、あ間違いない、これ間違いなく言えるわ。ほんあーまあちょっとな、5コスっていうのは重いんやけど、しっかりいいとこに狙って当てていけるんで、まあその当てていけるか当てていけなくっていうのはもう全部あ日頃の行いやと思うわ。運が悪い人はもう全然違うマスに当たったりするけど、またアグロジャシカかよ。あーまあこんな感じでいくか。ボーンバットはなかなか使えるし、あーオッケーオッケー。どうするか、さてどうするか。女でプリースナイドも結構使えるんで、やっぱ体力5っていうのがな、なかなか絶妙なスタッツなんだよな。ほにゃ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 。一コスあるのかな。悠長やな。オンリーオンリー。あテンションアップ使うんだ。なのであればボーンバット出すけど、多分グレンの魔術で打ってくるわ。グレンの魔術で弾破壊してくる。ああ厳しいな、いきなりちょっと厳しそうに、なんか雲行きが怪しいんだけど大丈夫、これ絶対撃ってくるんで、絶対撃ってくる。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。グレンの炎強すぎだろ。ああクリフトか、まあ、ボーンバットプラステンションスキル使って、まあ、次のターンプリースナイトで守ってクリフト5コス出して、まあ、さっきみたいに盤面いっぱい取ってなかったら、まあ、返せるんで。あー優勝やな。弱い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 。オッケーオッケーオッケー。で、あー相打ち取る感じかな、もしくは顔狙ってる感じかな。優勝やな。いやここまで来れば、まあ、逆に顔を狙ってくれた方がありがたいかな。まあどっちでもいいんですけど、あーまあクリフトがななんだかんだいい感じに来てくれてるんで、あこれはまあうまいことこう活用していきたいな。あまあ確かにスタッツは低いけども、スタッツに劣る、スタッツはすごい弱いけども、あしっかりやることはやってくれるんで。でここリトルワイバーン行くわ。あリトルワイバーン行きます。まあここあのプリンスナイトも出してもしょうがないし、次のターンリトルワイバーンで、ベホイミとか使って、まあいろいろできるんで。ほにゃ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 。悠長やな。オッケーオッケー、パワースナイプ来ました。パワースナイプ打って、こいつを食らえ。あ盤面取れないのか。まあいいや、あこれで取って、で、あプリースナイトで守りつつ、あ3号のスタッツに戻していくと、まあ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 、まあ、悪くない動きかな。ほんれー、まあ、これが実力。ああまあ、こういう動きができるかどうかなんだよな、ぶっちゃけ。あゆうちょやな。女女女。ゆうちょマジックフライ、もうここまで来れば
まあクリフトに頼らなくても普通にプリースナイトとかそういったユニット置いていけばいいんで、オールキングか、まあ普通にまあ殴って、まあオールキング、まあプリースナイトかな、プリースナイト置いて、バンバン回復していきます。で、攻撃して、さらなる盤面を盤石にしていくと。ほにゃ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 。でも、ベホイミも、ぶっちゃけ、いらないんで、もう使っちゃって、まあひたすらドロー、まあドローソースを引いていくと。オッケーオッケーオッケー。まあここまで来ればもう勝ちだと思うわ、さすがに。いくらアグロジャシカでもこの盤面は返せないんで、まあ例えば妖術師とか出てきたとしてもそれはもうクリフトで取れるんで、悠長やね。いやー、まあここがまあクリフト入れるだけでやっぱ変わるな、盤面が、まあ、安定感が違うわいつもより。まあククールはな、刺さるときはすごい強いんだけど負けるときは一瞬で負けてしまうからな。さあどう来るか。ベラゾーマをさすがにまあ、あそっち打っていくと、まあさすがにな。オッケーオッケー、アンルシア来ます。オールキングをまあ顔に打ってグレムリンで守って、もう全部顔行きましょう。ほな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 。でクリフトいるんで、まあここまでなスタッツで押していければまあ多分勝ちやと思うわ。てかこっから負けたら逆にすごいけどな、場には貫通フォロワーもいるし。ちょやな、初心者やな。あー、ゆうちょゆうちょ、その程度で負けるわけないんで、まあどうする、メラ打っていく、なんとかして貫通のユニット打ち取るが、あーなかなか小賢しいな。あー盤面か、盤面返せるのこれ。女女、え、マジで言ってるそれ。マジで言ってるそれ。あー、だから次のターン癒しの波動でまあ回収できるんで全く問題ないっちゃ問題ないが、さあどうくる、テンションアップ使っていく。ゆーちょえだー、俺のターンだ。ベホマーか、ベホマーのが使えるな。ここはベホマー、じゃあ顔、いや待てよ、盤面取っていくで、ベホマーをあーこれ顔に攻撃、いや上から取れるな、上から取れるから、ベホマンを、あ、待てよ、癒しの波動から使うか。これ使って、癒しの波動打って、いやー、うまいな、使い方が。癒しの波動。で、もちろん、幻術師を上から取って、ベホマンでこいつ回復して、しっかり3号のユニットを残しつつ、2枚ドローしていくと。これがな、やっぱうまいんだよな、使い方として。あー、もう強いわ。まあ、これ負けることはないかな、さすがに。なんかいろいろ勝ってる状況でひっくり返したりするのがこのゲーム結構あったんですけど、でもまあ長年やっててこっから負けることはないというか、さすがにな、ないと思うんで。さあどうくる、こっからさすがに負けないと思うけどな。早見のゾン、ゆうちょやな。ほんなー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 。あーせこーすやかしいな。ちょ、待て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 、強すぎ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 、1コース当たって、まあ顔に1点食らうのはまあ全然 OK。 テンションアップ使って、え、これ盤面取られるんじゃない、おんなー、嘘だろマジで、え、この盤面取られるのマジかよ。嘘だろ、あ、嘘だと言ってくれよ。しかも2点回復していくしさ、どうする。でこういう時にまあガチャコック置いて妖術師が刺さるんですわー。これ確定で妖術師取ります。6分の1やろ、全然 OK 全然 OK。 いきます。妖術師絶対当たるんで、こう安心してみてください。安心してください、吐いてますよ。見たこれ、あ、見ました、これこれが実力。6分の2を全部当てていくっていう。いやさすがにナーフやろこれ。いや強い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 。ここまで来ると楽しくなってくるな。全然 OK 全然 OK。 いやこういうことなんだよな結局。あー優勝やなー女ー。まあクリフトを取っていくと、残されるものまあ結局はな、こういうゲームなんすわこのゲーム。あー竜王か強いな。
竜王行ってしまう、これ竜王。まあでも一発目はアンルシアでいいな、ぶっちゃけアンルシアでいいや。得意カードが効かないだけでアンルシアの効果効くんで、私と一緒に戦いましょう。ポッ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 ポ、これでも食らいなさい。あーバラバーバラバーバー、ゆあーまあ負けるか。オッケー、これがクリフトの実力。あーまあ1戦目も2戦目もかなりいい働きをしてくれてるな。なんか自分の思ってることをしっかりこうカードがこう信じてこうついてきてくれる。要はこうカードと自分がいかにこう心が結び合っているのかっていう、その紐の厚さ、紐の太さによると思うんだよな。やっぱその思いが強ければ強いほどランダム要素を確定除去に変化させていける、まあ力っていうのはついてくるんで、まあちょっと何言ってるかわからないけど自分でも。まあ全部入れ替えかな、ここは。まあいや、まあまあ全部入れ替えでいいと思うわ。おにゃ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 。あーベリアルか。で、赤いテリーなんで、まあ全然 OK。どんぐりベビー来てるから、できれば回復カード3コスあたり2コスで、多分おむつとか、おむつツリンとか来てくれるとありがたいんですが、ただ序盤、どんぐりベビー置いても多分取ってくるんで、まあ多分テンションスキル打ってどんぐりベビーは取られるから、まあ竜王まで耐えて、まあ長いスパンで見ていく必要があるのかなとは思うんですが、1コス置かれるとちょっと厳しいな。盤面取られてさらに次のターン取られるんで、おんにゃーおんにゃーおんにゃー。まあベリアルがな、結構刺さるんだよな、テリーに。結構体力2以下のユニットって多いから。長いなこいつ。ちょっと催促促すか。あれボタン押せない。催促促すか。どうした、どうした、もう終わりか。ああテンションアップ使っていく。俺のターンだ、俺のターンだ。あーまあボーンバット出して、まあ全然 OK 全然 OK。 俺のターンだ。パーパーパー。まあギガンテアトラスっていうカードがいるんですけど、まあそいつにザキを打っていこうかなっていう考えかな今のところは。でまあボーンバットはおとりにして、どんぐりベビーにまあドローソースを使っていきたいという、まあ、思惑を伏せつつ、まあ、やっていく感じなんで。悠長やな女。まあそういう動き来るよな。もう読めてるんですわ。読めてるんですわ。全然ボーンバットぐらいなら全然。あ悠長やな。ナスビビナスビーラやって、どんぐりベビー置いてテンションアップ使って、次のターン相手顔を狙ってきた初心者やな。回復できるんで顔を狙ってきた初心者やと思うわ、さすがに。逆になんか盤面取って、まあ、動かないっていうのは、無理に動かないっていうのが多分一番いいかな。回復するとまああのこのどんぐりなんとかでかい、あドローできるんで。あーやった。あー悠長やな。女女女。しかもナスビキーラが残っていくっていう。うぜえな。ピンクモーモン出してテンションスキル使ったターン終了で、次のターンザキをもう打っていく必要性もあるかな、ぶっちゃけ。あーまあ5なんか4コス5点以上のな、なんか高スタッツのユニットが出てこればアンルシア刺さるんだけど、アンルシアを素出しで出すっていうのは 初心者なんで、でこんな小型のユニット別に殴られても別に返せるから、ベリアルとかそういったユニットで全然返せる範囲であるんで。わっわっわっ。やっぱ体力を上げるカードっていうのはないから、別にこう2221とかこんなフォロワー残っても全然問題ないんで。俺俺俺俺俺俺悠長やな。初心者やなこいつ、長いから。あ初心者は初心者。小坂氏だはっら。縦魔人か。であればザキ打っていくか。もうこれ打つしかないな。で上級ユニットに関してはもうアンルシアに閉じ込められるんで、まあザキ打って21の方打ちと22の方打ち取って、あ癒しの肌打つか。ここいや癒しの肌打つのかな。テンションスキル多分取れないんで、で無理に取られるぐらいだったらここちょっと一回打っとくわ。
でこうすることによって、まあ、次のターンパワースナイプしか打てないから、まあ、若干優位に立てる。まあ打った方がいいと思う今のは盤面は。さあどう来るか。まあさすがに次のターン7コス以上来るとは思えないけどな何かしらの低コースのカード来てくれると思うんだけど、まあ念のため使える時に使っておいた方がいいかな。おにゃ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 。さあどう来るこれ。あーまあ武器使って、あー奇跡の剣とは使ってメイクモンを取ってっていう動きならまあ結構強いかな。さあどう来る。さすがに武器はいっぱい入ってると思うんで。何こいつ動く石像5コス6なら強いな。正面に敵人とか一体もいない場合攻撃できる。正面に敵人とか一体もいない。あー悠長やな。であればアンルシア、これ行くか。アンルシアこんな雑魚に使うまでもないような気がするが、いやガチャごっこでいいかな。まあ、アンルシア行くか。あーちょっとよくわからんユニットやけど、ちょっと一応使っとくわ。私も一緒に戦います。パン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 パラマーマラマー。でまあテンションつけるってもう顔でいいと思うわ。ここはまああいつの前に置かなかったら、まあ要は攻撃できないってことだし、まあ07なんで別に攻撃されても別に構わんやけど、まあ全然 OK かな。これでもうだいぶ優位に立ってるし、あーまあ相手はピンクモンも突破しない限り絶対回復されてしまうんで、まあ一旦それはまあ相手も嫌な動きだし、で次のターンベリアルが召喚できるんで、あ友情、あそういう動き方か。ほざかしいな。おんな友情やな。ベホイミ、あうぜえなこれ。何こいつうざいな。あ封じていく感じか。ベリアルで殴っていって、あー2点。じゃあベリアル行きまーす。いえいえいえあだめだ。でまあ一応こいつうざいんで取っといて、で23のユニコで殴っていくと、まあ勝ちかなさすがに。あーレジェンドカード2枚出して竜王も手札になるし、ここまでこれはもう返せない。やっぱ結構強かったなこのデッキ。あーなんか今までよりもさらに強くなってるから、どん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 成長していってるっていう実感があって、悠長やな女。そうか、正面にユニットがいる状況でこいつを出せば攻撃できるようになって、なんか横にも攻撃、あー結構強いのかもしれないな。そろそろ本気で、そろそろ本気を出そうか女。ただテリー相手にはすごい優秀なんだよな。ピンクモーモンを取っていかない。ユーチョー顔を殴っていくんや。でまさかとは思うけど顔を狙ってくるなよこの回復デッキに対して顔を狙うってのはさすがユーチョーやと思うけど、まあ次のターン竜王でウォール張って勝ちかなさすがに。まあもちろん顔を狙っていく。だから5点を与えていく。おんなゆうちょな16か。プリズンプリズン一応盤面は取っといた方がいいな。竜を出して、バーン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 。てか相手攻撃できないや顔でいいと思うわ。正面にユニットいなかったら攻撃できないんで、あもう顔でいいと思うわ。もう勝ちやろ18点の体力一気に決め、あよしよしよし OKOK。まあな、やっぱこの石像系のデッキ、なんか知らんけどさ、まあ初めて見るけどさ、まあ弱いわ。まあこういうな、ネタデッキを使ってくれる分にありがたい。てか、なんでネタデッキがこのランクマッチ流行ってんのなんでネタデッキがあんなデッキが流行ってんだろう。まあいいや、細かいことを気にせずに前へ進んでいこう。そしてクリフト、ちょっと最後クリフト使いたいな、もう一回。まあちょっとこの試合で最後にしようと思うんで、まあ気合い入れて最後。小賢しいだはらほりっ。あーさやな、ドローソース欲しいから、もう全部入れ替えでもいいかな。あー全部入れ替えでもいいかな。ドローソース欲しいんで全部入れ替えで、できればあのどんぐりこど、あークリフト来たか。でまあガチャコッコも来てるんで、
で、ボーンバット。まあ悪くない。ボーンバットとかが欲しいかな、序盤は。うん、結構使えるんで。で、ガチャコックは結構刺さるしな。よし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 、オッケー。で、ピサロナイト出していくと。うーん、ちょいねオッケーオッケーオッケー。であれば、ボーンウォンバットを出していきながら、まあ、多分相打ち取ってくるのかな、これは。ただ、クリフトが、あの、私とクリフト繋がってるんで、熱い糸で繋がってるから、その糸を垂らしていくっていう。ゆーちょいねー。おんだーなるほどなるほど。ガチャコッコちょっと使えないかな。ザキか。まあ、ガチャコッコで。できれば今の顔を殴ってほしかったな。あー、じゃあ、イチゴっていうのはちょっと弱いんだけど、サンコスで、5点のこう、体力を持ってるっていうのはガチャごっこ強いよな、普通に考えて。ゆーちゃ、ゆーちゃ。笑い袋か。ピサロで笑い袋って結構珍しいと思うんだけど、おんぎー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 。ゆーちゃやなー。であれば、攻撃していきながら、さすがに盤面取れないだろう。なので、まあ、グレムリン置いて、まあ、テンションスキル打つか。まあ、ベホイミをガチャコッコに打つっていうのも、まあ、手として、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、ここはちょっとね、様子を見て。全てを無。まあ、はぐれメタルがいれば多分取れるけど、まあ、いないと思うんで。おにゃ、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 さあ、どう来る？その1枚のカードは、やなであれば、ランダム要素なんで、これ、竜王か。ここさ、クリフト行っていいかな、クリフト。バッチリ入るんで、バッチリ。バッチリクリフト行っていい。バッコリ。多分これも成功するんだよな、なんとなく予想だけど。なんとなくの予想だけど、成功しそう。ほら、成功した。いや、完璧やな。てか、クリフト弱いとか言ってたらちょっと頭おかしいわ。うん、絶対頭おかしい。絶対このカード強いんで。ね、絶対強いって、クリフト。で、毎回このカードで返せるから、盤面を。いや、強いわ。まあ、最後、クリフトの強さ分かってもらっただけでもいいかな。なんか使ってよかったって感じ。あ、ゆーちょやなあんなー、あんなー。その使い方うまいな。闇への、なるほど。でもこれでまだ勝ちとは言えないぞ、うん、こっから挽回されるのはこのゲームなんで、絶対勝ってる盤面と思わせつつ負けるのがこのゲームやから。さあ、どんぐりベビーか。じゃあどんぐりベビー出して、パン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 。まあこいつも攻撃するか、一応な。盤面取って、うざいんで。で、ベホイミを、まあ一応、あ、そっちに当たんのか。であれば、まあ、まあ適当に使って、パン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 。ボーンウォンバットか。どうしようかな。癒しの、まあ、ボーンウォンバットかな、ここは。ガチャコッコもいるし。次のターン一気に盤面強化回復使っていくか。まあ竜王も出したいんやけどな。まあ竜王なんかでも軍配上がるか。まあほぼ勝ちで間違いないと思う。この盤面を返せるとしたら、消えろ超やな。2点与えて、ああ、初めて見るカードやな。優勝やな。俺のターンだ。7コス、あー、ピサロナ優勝やな。であればここどうしようかな。盤面取っていくのもありだけど、普通にな、一旦は強そうな気もするが、ここちょっとリトルワイワン行くわ。で、テンションスキル使って、おな、おな、おな。で、癒しの波動を使うことにドローできるんで、おわん、これは強いだろ、さすがに。で、リトルワイワンの効果が、バンバン発動していくっていうな。で、まあ全部攻撃していって、攻撃していって、まあこいつだけ一応攻撃するか。いや、クリフト強えってマジで。クリフト強くない？私のターンだ。ただこれ安心したらいけないのが、指導っていうユニットがいるから、それだけちょっと注意していきたい。おー
1体だけ、え、4コスで1体だけ、悠長じゃない、あー弱いわ、悠長やな。これでも白来る合図やな、間違いなく指導絶対来るわこれ指導間違いなく来るわ。まあ竜王を出して、まあ、テンションスキル使って、で、まあ、2、3で取って、まあ、全部顔行くか。どうせ次のターン、指導来るんで、絶対顔のが強い。絶対指導来るから。逆に指導出さなかったら、まあ、それはそれでいいかな。逆にやりやすいというか、まあ、間違いなく指導は出してくると思うわ。出さないと、ガチャコッコはいるわ。でも、盤面がかなりきついと思うんで、でまあ出すしかないやろな。あー出さないんだ、悠長やな。女女女女女女、闇の束縛、闇への束縛、まあドローソースを封じていくと。だからこっちにベホマっていうカードいるんでバンバン取ってくれただ全然 OK、 全然 OK、 ガチャ効果はしっかり守ってくれてる。ここにどうしようかな。じゃあここは盤面を取っていきたいってなるんだけど、3、4、5、4、ザキ使って、ザキ使うのもったいないよな。でも2点やからベホマをなんか自分のタイム使う必要ないし、ベホマ使うか、ベホマ使ってしっかりガチャコッコのライフを上げつつ、メリアル大きいな。テンションスキル使って、で、まあ、こっち取って、で、問答無用でも顔を殴っていっていいと思うんだよな。顔を殴っていって、で、おむつっこりで、まあ、クリフト回復して、ほな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 。で、これももう顔でいいかな、ぶっちゃけ。顔に打つわ。くれ、こいつ顔にいけるってのが強いな。1コスでなんかはやぶさ切りっていうのがテリーにあるけど、あれ2回に分配して与えるっていうカードなんだけど、これ2点顔に直接いくからなかなか強いんじゃない。普通にメラミとか、やなゴーゴーのあーで殴っていく、で竜王を取って指導って多分考え方よな、まあ、流れ的には。ただ次のターンリーサルなんだよな。はぐれメタルを置いていく、ゆうちょやな。殴っていって、あー隙ができてけたな。あーなるほどなるほど、リーサルが見えました、リーサルが見えましたので、そろそろ終わりにするとするか。終わりが見えたよな、見えた。3、6、9なんで、あー見えてないか、見えてないのか。ベリアルで殴っていくのか。あーベリアル行っていいかな、これ。ベリアルばっこり行って、でまあ盤面取っていきながらばっこり与えて3で取って、まあここまで来ればな、どうしようもないっていうか、もう勝ちなんだよな、ぶっちゃけ。3で6で、まあ適当にベホマ使って、またさらにドローソースを確保していきながら、テンションスキルと、まあ、これ返したらすごいわ、さすがに。あ、でも指導がいけんのか。あ、まあ、でも指導っていうカードで返せるわ、これ。指導来た。あー、ないんや、なかったんや。この私が敗北を認めることになる。まあ、結構勝率も高く、いけたんで、まあ、クリフト強いっていうのが分かっただけでも良かったかなと。で、もうすぐレジェンドランクやわ。